はい。基本一人です。いつもありがとうございます。お盆明けの月曜日の朝の9時半ぐらいですね。え統合失調症でね、入院している次男ですね。そこの病院の駐車場にいます。昨日ね、ちょっと電話がかかってきてね、マスクがなくなったよということなんでね、マスクを持ってきてくれと言われました。まあ、病院でね、買うとちょっと高いということでね、 えー、なるべく、えー、僕の場合はねあの差し入れをね、えー、週に1回から5日に1回ぐらいねえー、菓子パンを差し入れしてるわけですのでそれ十分ね看護師の方も分かってるんでね、えー、今度持ってきてくださいということでね、えー、言われたんでね、えー、まあとにかく昨日言われたんだけどすぐ持ってきましたね100円ショップで買ったこういう、えー、マスクですね えー、2枚増量でね52枚でね440円かな税込みでね、えー、まあこれぐらいの安いやつをね、えー、買ってねまあ50枚あるんでね、えー、結構使えると思いますそしてまあついでに、えー、お約束のね、えー、菓子パンですねダブル北海道ミルクってねこれ結構あのうちの弟好きなんですね、えー、これを置いてきますあとね,ね あの割とあの差し入れ何回もやって同じ動画ばっかなんですけどね一応説明しとくとですねうちの弟2つ年下の弟ですけどね統合失調症でそろそろ4年ぐらい入院してるのかなでまあちょっと去年の今ぐらいからね本当にあの面会ができなくなったということでね えー、面倒く向かっっててねねガラス越しにも合ってないです、ね、そろそろ8ヶ月ぐらいは合ってません。でまあ菓子パンが好きということでねこんな感じで菓子パンをね差し入れするんですけどね例えばこれをね例えば、えー、1週間に1回差し入れに行くのにね1週間分のね菓子パンをね、えー、差し入れすればねいいんじゃないかって。 えー、言うんだけどまあいろいろ事情もあってねあの中でね1週間分の差し入れを管理してねそれあの弟に渡すっていうことがね看護師さんができませんそこまでの仕事はできませんよということで多分ね規制がかかってると思います。えー、だだかからね1回1食分だけしか、えー、差し差入れができないという感じになってますねね、えー、そして今日は、ねえー、月に1回入院費の支払いですね。 えー、そちらもやっていこうと思います。えー、ということで、えー、もう4日ぐらい浜松雨続いてんのかなそんなにあの強くは降りませんので、えー、洪水警戒とかね大雨警報みたいなのはなりませんけどもね、えー、雨は降ってます。ということで、えー、弟の病院の受付の方に行ってきますね。当然今日も会えません はい、えー、行ってきましたね。えー、菓子パンとマスク、えー、差し入れして、えー、入院費を払ってきました。えー、特にねもう本当に1週間に1回以上ね、えー、顔合わせてるので特に言うこともないんですけどね「変わりないですか?」って一応聞きましたねそしたら変わりないと。でちょっと気になったんでね「体重どれぐらいですか?」って聞いたら「えー、ちょっと、うん、詳しくはねまあ測ってるんですけどねわからないと今すぐにはわからないんで」っていうことでね 「えーまあ、お兄さんよりちょっとぐらい太ってるぐらいですよ」って言うから「太りすぎてませんか?」って聞いたらねあ「そんなことないですよあのちょっとふっくらしてるぐらいで、えー、適正な感じになってます」って言ってましたね。えー、まあねほんとにあの8ヶ月ぐらい前までは、まあ、ガラス越しに会えましたしね、えー、1年半ぐらい前まではねあの えと病棟の中に僕が入ってねいろいろお話もできましたねまあその時のね様子をねどんな生活してるかってお伝えするとですねこのえと病院自体がね本当に15年ぐらい前かなえ10年ぐらい前かなあの新しくできたような病院なんでね設備はね比較的新しくてねえ雰囲気的にはね4人の相部屋なんだけどねこう家具でねこう仕切られてる感じですね。 えー、で割とあの目線がこう合わないような感じになっててでいるんでねプライバシーが結構確保できるってるような感じのそうですね4畳半ぐらいの、えー、軽い意識のある、まあ、個室っぽいアイ部屋っていう感じですかねで設備はね本当あのビジネスホテルぐらいな感じの感じですかね落ち着いたこう割とシックな感じでね、えー、結構いい病院になりましたね。 本当にねあの初めて入院した時はね弟がね30年ぐらい前ですかね、えー、もっと前か40年ぐらい前、えー、入院した時はね本当にねあの牢屋みたいなねで本当にあの20畳ぐらいのねタコ部屋にね、えー、布団がこう隅に置いてあってね、えー、寝る時は各自布団を引いてね、えー、寝るようなね本当にねあの刑務所と変わんないようなね 設備でね本当にあの消毒トイレの消毒液のツーンとした匂いがね、えー、におってくるみたいなねそんな病院だったんですね40年ぐらい前はところがねほんと10年ぐらい前に、えー、改装してね今は本当とに、ね、ビジネスホテルみたいな感じになってますね。 でまあ、本当の,あの心理的なセラピーみたいなやつもあってね午前中は結構なんかそういう感じでね運動やったり体操やったり、まあ、ちょっとリクリエーションみたいな感じでね塗り絵とかね折り紙をやったりとかなんかそういうのがあったりとかして、まあ、心理療法もあったりまあ割と比較的あとはもう本当にあのご飯食べてあとはのんびり、えー、まあ過ごすっていう感じじゃないでしょうかね。 まあ、うちの弟はねほん同士でしと患者さん同士でね麻雀やったりとかねトランプやったりとかしてる方がいらっしゃるみたいですけどねうちの弟はね本当にあの多分、えー、友人というかね話す相手みたいなのもいなくてまあ割とあのいないっていうかね、まあ、話しかけもしないんですね。えー、そんな感じで、えー、過ごしてるっていう感じですね。 ちょっとね今日はねあの早あの長めにねちょっとお話ししてみましたねありがとうございましたはい弟の、えー、病院のね帰りにですね、えー、ドトールコーヒーですね、えー、モーニングをね、えー、食べに来ました、えー、398円ということでね 今日はね、ジャーマンドッグをねちょっと食べてみようかなと思って、えー、来ましたねコロナがねちょっと増えたせいでしょうかえ僕が座ってる座席の向かい側の椅子がなくなってますねなんか一人がけ専用みたいな感じになってますジャーマンドッグです、えー、アメリカだったらね、 えー、ホッットドッグなんですけど、ね、まあ、えー、ヨーロッパ風のねバゲットにねからしだけがついてる、えー、だからねジャーマンドッグっていうんじゃないかなと思いますけどもねまあほに座席はね本当にあの簡素でシックな感じでね、えー、特別豪華ではないですけどもお客さんもね今日は少なかったですゆっくりできました。 とといいうことでいただきますとということでねえまずはコーヒーからですねえまあコーヒーはねえードトールなんでね普通に美味しいですね本当に特徴はねないんだけどね味にね普通に美味しいコーヒーですそしてこのジャーマンドッグっていうのはねえドトール昔からあるえホットドッグみたいなヨーロッパタイプのねホットドッグみたいな感じの食べ物でね えー、以前食べたこととがあるなぁと、えー、感じましたたねねそういえば、ねまあね、以前、えー、食べた時に比べるとね僕自身がねあんまり肉がそんなにいい好きじゃなくなってきてるんでね、えー、今回食べた、ね、ジャーマンドッグはね、まあ、ソーセージをねがっつり食べたい人にはねいいかもしれませんけどその前回食べたね 卵ゆで卵とかねベーコンとかが入ったサンドの方が僕は結構好きかなと思いましたねここ最近ねちょっと元気がなかったですね雨が降り続いて涼しくはなったんでね元気が出るかと思ったんですけどねなんとなくね、まあ、コロナうつとまでは言わないんだけどね家事もできるんですけどね普通に。 ただねなんか YouTube 撮影する気力がねなんか出なくてなんかネタがもう頭の中で新しい何やったらいいかっていうのがね、えー、出てこないような状態になってねちょっとね2日にいっぺん僕の場合はね YouTube 更新してるわけですけどね危うくねちょっとね更新がねちょっと途絶えてねしばらく休みますってねちょっと言ってしまおうかなと思うぐらいまでねちょっとね、えー ありま,したね、まあそっからねちょっとねやる気がちょっと出たもんですからねこんな感じで、えー、また YouTube 撮影してるわけですけどねなかなかね、えー、YouTube、えー、長く続けるっていうのもねなんか大変だななんてちょっとね今回ちょっと気持ちが落ち,か落ちたことによってね実感しましたね。とはいえねまあ、えー、精神状態がね安定してる方なんでね えー、打つと言っても、えー、元,気では元気には元気です。はいえー、今読んでる本結構面白いです。えー、大原ヘンリーさんのね「ね今台湾で隠居してます」という本なんですけどね、えー、この方ね割と少なく稼いで、えー、まあ そのお金で、ね、のんびり暮らすっていうのがねテーマでね、えー、ブログなんかを書いてて本もね最近はたくさん書いてる方でねどっちかっていうとねスローライフみたいのをね提唱してる、えー、方ですね、えー、この方がですね30代前半の方なんですけどねまだ若いんですけどねまあ20代の後半はね東京の郊外で3万円のアパートにね えー、住んでね、えー、月8万円で暮らすっていうね、えー、1週間に2日しかね働かないであとはのんびり暮らすっていうライフスタイルをですね、えー、台湾でやってみようということでね台湾でね、えー、月6万円ぐらいでね生活してたような感じの様子をね、えー、なんか、えー、本にしてあるわけですね僕もですね。 えー、いずれはね、えー、移住とまではいかないんだけどね一年のうちの、ね、半年ぐらいをねちょっと海外で、えー、自分の好みの場所でねちょっと暮らしてみるみたいなね、えー、ことをねやってみたいなって、えー、思ってるわけですね。だからねそのためにね例えば、えー、台湾でこの人が暮らした、えー、時のね様子っていうのがねすごく参考になったし、えー、自分の夢をね思い描く上にもね置いてもね なかなか参考になりましたねなんか読んでるとねこの人とね僕って割とちょっと似てるところがあってね一人が好きでね台湾に住むわけですけどね現地の人とね必要以上にね関わろうとはねしないでね割と読書したりね散歩したりね自分の家での一人の生活をねすごく大事にしてるところとかねそういうところがね僕すごく共感できてね、えー、あと自分がね えー、こういう生活できたらいいなっていうワクワク感もあってね楽しく読めましたね大原平ンさんの本、えー、店の中でね読んでしまいましたね、えー、その後はね、えー、10インチのタブレットですね、えー、でちょっとネットをね、えー、YouTube 見たりとかちょっとしてね、えー、帰りました はい、えー、今回はね次男の病院に、えー、菓子パンの差し入れをした帰りにですね、えー、ドトールコーヒーによって、えー、モーニングを食べましたね、えー、ジャーマンドックとねコーヒーを飲みましたね、えー、そして大原ヘンリーさんのね本を、えー、全部店の中で読んでしまいました最後まで見ていただいた方ありがとうございました基本1人でした